闘勝負再戦。大きな怪我からの復帰戦に過激格闘技ラウェイを選択。壮絶な決意で試合に挑んだ。パラエストラの殴り合う。蓮見光る。MMA の世界で拳を武器に戦ってきた蓮見。そんな蓮見は引退をも頭をよぎる大怪我からの復帰戦に打撃格闘技ラウェイを選択。周囲の心配を襲い、序盤から復帰前と変わらぬ殴り合いを展開した。結果は通算4度のダウンを奪われ TKO 負け。ただ幾多の試練を乗り越え、ラウェイという扉を開いた男に後退はない。リベンジへ。蓮見が希望した相手はもちろんミャンマーラウェイトラディショナル。ターテタプイン。ミャンマーの歴史を表す模様を太ももに刻印。その誇り高き太ももを持つ男は前回の戦いでも激しい打ち合いに呼応しねじ伏せた。今回も蓮見の再戦要求を快諾。日本、ミャンマー両国の男の生き様が再びリングでぶつかる。もう一度言おう。真っ向勝負再戦。ターテタプイン VS 蓮見光る。さてこの戦いは3分5ラウンド制ということになります。第6試合です。65キロ契約です。解説の山口元気さん、はい、とにかくターテタプインはもう経験値が高いんですよね。すごいですね、36戦、はい、若いんですが、そしてこの日本大会にも慣れてますんでね。21歳は若いんですね、はいはい。まあ、その意味合いで言うと、もうアジャストして日本人対応、あるいはいろんな格闘技との対応というのができていると聞きます。で、何より新田さん、はい、やはりこのタトゥーというのは自分たちの誇り強さを示すんだそうです。そうですね、特にあの足のっていうか、もものね、はい、あの鱗のような、あれっていうのはな、その意味があるそうなんですね、その意味合いで言うと、この人は自分が伝統を守る男だという自負心があるんだそうです、はい。今ヤイダンスが行われています。ちょうどその太ももに見えると思いますが、鱗のようなタトゥー、これが英雄あるいは勇者だけに許されているタトゥーです。まあ、前回の本当にこの2人、はい、殴り合いのね、本当ですよ、すごい試合でしたから、あれはね、はい、今日はどういう試合になるのか、同じように殴り合いになるのか、うん、楽しみです、はい。1ラウンド目が始まりますか。どういう始まりか。いきなり行った、蓮見ダッシュ、蓮見ダッシュ、いきなり行きました。リベンジマッチ、同じ戦いを2度目も負けるわけにはいかないんだ。蓮見取って、ちょうど熱いですね、熱いですね、両者が共に熱くなりました。殴り合いに行こうぜというね、本当ですね、エールの交換ですね。そうですね、アイナさん、これはまたすごい入り方しましたね。すごいですね、初っ端から熱かったですね、さあ、蓮見行った、蓮見行った、パンチ行った、パンチ行った。逆に今度はターテタプインです。これ山口さん、はい、同じ相手と2度対戦するってのは嫌なもんなんですか、それともどうなんですか。僕は対策が立てやすいので、結構好きでしたけどね。あ、なるほどね、はい、手の内を知っている、はい、でも知られてますよ。そうですね、パンチ、でも勝てると思うから再戦に応じるわけで。なるほどなるほど、はい、なるほどね。あ、さあ右のローになりました。足を狙っていきます。いい入り方をしています。いいですね、肘。これでも新田さん、はい、今蓮見選手の勢い感じますね。そうです、行くぜというね、ありますよね、もうこの間と本当に再戦同じように殴り合おうぜっていうね、その意気込み。ローが入った、ちょっと足を取られただけ、これはダウンに入りませんね、はい、
気持ちの方はすでに前のめり。今蓮見です。パラエストラの殴り屋、今度は右のロー、今度は組む、それを左ハートタップイン、すごいキックタップイン、よく回って回し蹴り、これはさほどダメージはないのかもしれませんが、意表をつくようなそんな回し蹴りになりました。さあもう一度、少し落ち着いた1ラウンドです。いきなり勢いを持って蓮見が行きました。それを受けましたタータタプインです。あーっとタータプイン狙ってくる、一度倒した男、自信を持ってるかタータタプイン。逆に蓮見、こちらは復讐の鬼になっています。相手の強さは重々承知している。2ラウンドで決めてやるという蓮見に、あーっと押されている、これはダウンではない、足元スリップになりました。すぐに立ち上がった場合にはダウンは取りません。このラウェイルールです。ミャンマーラウェイトラディショナル、タテタプイン、そしてハスミ、あセコンド陣から手を出すという声が出ています。ナイスイザ、ちょっと出血が出たようです。お互いをなんか認めてる感じでいいですね、これ山口さん、はい、どのあたり出血ですか、やはり左目上ですかね、こめかみですよね、こめかみ、こめかみ、あーいっけ、眉毛の上ですか、ちょっと切れました。というかターテタプインが殺し屋みたいですよね。本当ですね、すごいキックを見せる、あーでも負けない、1ラウンド終わり。新田さん、はい、出血は見ましたが、しかし蓮見は我慢しましたね。うん、まあええ、あれはもうちょっとしたあれ、もうこのラウェイでは当たり前のことだと思うんで、はい、逆にでもその、はい、あの流血が後々の試合で結構目に入ったりとかして、ね、あと腫れてきたりとかして、塞がってしまったり、そうなんですよ。だからその辺がちょっとマイナスの要素になるのが心配ですけどね。でも全然試合としては互角でいい感じだと思いますから、ね。これはあのスープレックスが一度対戦になったんですが、ご覧のように倒して、まあ蓮見の戦い方ってのはそうすると、あこれこれですね、こめかみ、しかし4月のダメージからどこまで立ち直ってるのか、この蓮見再戦、あまりにもこれ山口さん、はい、期間がない中でまた再びの対戦ですもんね。でももうやっぱ蓮見選手勝つ気満々ですよね。満々ですね、死ぬ気でいくっていうのはどの選手も言うんですが、アイナさん、はい、何か殺気を感じますね、両者にはね。そうですね、やっぱり特にターテタプインの目は本当にさっきあの殺し合ってのが出ましたけど、殺気を感じますね、これね。殺気を感じますね、ちょっと怖いのが、あのミャンマーの選手って後半からすごく、もうすごいじゃないですか、なのでそこがちょっと頑張ってほしいなと思いますね。あこれ三股又三さんですね、タレントのね。本当ですね。いやもう芸能関係もね、やっぱりラウェイに関してはすごい注目されてますからね。そうそうそう、はい、だってさっきから新田さんのお知り合いだってずいぶんここに来てらっしゃってね。はい、そうですね、アベマ見ながらこれ観戦してる方もいるようですよ。嬉しいですね、ありがたいですね、ありがとうございます、さあ2分のインターバルが終わりました。いよいよこれから第2ラウンドということになります。ターテタプイン、そして蓮見光、4月18日大会の再戦、 TDC ホールよりお送りしていますリベンジマッチ、2ラウンド目に入りました。音楽が奏でます、リズミカルなその中で我々の心臓だけがバクバクと鼓動を速くしてまいりました。さあターンタップイン、間合いを詰める、今度は逆、蓮見、これ山口さん、はい、蓮見2ラウンド何が必要ですか。いやあのボディをさっきから狙ってるんですごくいいなと思ってて、あれでいいんですね、あれでいいんですね。ただ前蹴りがかなり冷静ですよね、やっぱり落ち着いている、ボディ狙ってもスッとバックステップしたり、相手の間合いから離れながら、そして飛び込む時には自分で距離をグッと縮めて入ってくる、体重を乗せてきます、タッタブインミャンマーです。ラウェイ戦績実にもうこれで37戦目、これは逃げました。さあどうする、うまく飛び込んだ、しかしパンチでうまく飛び込みました蓮見ですが、さほど大きな攻撃にはなりませんでした。いいコンビネーション、なんだかんだ言って、はい、ミャンマーあのラウェイの選手は、はい、やっぱローキックを蹴ってきますよね。ローキックをね、いきなりパンチで入るってことしないですね。なるほどなるほど、あと前蹴りできました、これも受け止め方もう蹴られたもんです。タープタプイン、
またちょっと出血、血が流れてまいりました、蓮見光。よくしかし相手の表情を見ながら、うまくガードしています。挑発してきました、パーナナクイーンの挑発。左足、ミドル、強烈、強烈、そして押してくる、パーナナクイーン、今。これは今またスイッチが入った瞬間のタタタプインの迫力、すごいすごいね、これがね入りますよね、入りますね、完全に面が変わりますからね、挑発してきましたもんね、はい、相手を乗せるように挑発するように声をかけてました。そんなに挑発とかかけない人が多いですからね、今まではね冷静な感じなんですけどね、はい、冷静でもう狙った獲物は仕留めてやるみたいな感じで一気に来るんですよね、はい、タタプインは蓮見が前に来ることを狙っています。そうですね、さあ蓮見は逆に相手の懐に入ってくる、そして投げる、テイクダウンを奪いました。ローを蹴りたいかもしれないですね、はい、蓮見選手ローね、ご覧のように上背で勝るのはタッタプインですが、ご覧のように猫背になってほぼ同じような体格で、厚みがあるのは蓮見光です。足がうるさいんでロー蹴りたいですよね、足がうるさい、ローを蹴りたい、ちょっとボルテージがほどけてまいし、これはカウンター、はい、ダウンは取りませんでした。お互いに残り時間が少なくなってくる、最後ラッシュかけたの左足、これ受けました、蓮見もう一回時間のないところで、蓮見受けて受けて足元滑りました、そしてハズミのねロックとかその辺ちょっとキックが少ないですよね、はい、そうですね、今2ラウンド目が終わりました、第2ラウンド終了、ちょっと余裕がなくなってきましたね、余裕がない、余裕がない、はい、三田さんはどう映った、どうだろうな、ちょっと出し切れてないのかな、出し切れてない、あ、それかやっぱり5ラウンドありますからね、そうですね、やっぱりその組み立てもあると思うし、3分5ラウンドです、この、うん、戦いは第6試合になります、65キロ契約、はい、だから第1ラウンドのあの勢いでいっちゃったらどうなっちゃうんだろうと思う、すごいエンジン全開、まあ、だからお互いに挑発というかね、面白いなと思ったんですけど、まあでも5ラウンド戦い抜かなきゃいけないんで、その辺はやっぱり、組み立てですよね、今回蓮見選手は試合前からとにかく開始と同時にガンガン行くというその言葉通りに言いました、行きました、そして生き様を見せるんだという言い方をしてましたが、さあこれからのラウンドをどういうふうにうまくこれさばいていきますか、アイナさん、はい、まあ、とにかくこの蓮見選手にしてみれば1回負けてる相手ですから、絶対負けられないって気持ちがある、そうですね、でもそれが気負いになっちゃいけないしね、そうなんですね、でもリベンジしようっていうその心がとっても男らしくて素敵だと思うので、ね、5ラウンドを、あの、メガでも本当にそのまま、あのガンガンいってほしいです ね、で逆に言うならば山口さん、はい、タテタプインの良さっていうのはどこに見ますか、やっぱり長い手足から繰り出される蹴りがいいですよね、シャープですね、はい、蓮見選手がやっぱ接近戦でランダ戦に持ち込みたくてもやっぱ蹴るんで入れないですよね、入れない、はい、蓮見選手はちなみに30歳、タテタプインは21歳ということになります。まあラベイはとにかく気持ちが全て、気持ちの強さが本当に問われる、そういう格闘技になります、これからがその気持ちの強さが問われます。21歳で36戦ですね、キャリアは十分ですね、21歳には見えない、貫禄あります ね、 ありますね、基本的に山口さん今回ラウェイ選手は若い選手がラウェイから来てますよ ね、 そうですね、あのミャンマーからね、さあ第3ラウンドになりました、今度はどうする、いいですね、取った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 、腰そして倒します、このタックルってのは山口さん、はい、効果はあるんですね、いや疲れると思いますよ、とにかくラウェイにないものを繰り出すのが一番の妙策じゃないかという話がありました、そうですね、このラウンドはタックルからいきました、さて今度はまたキックを出してミャンマータンタプイン、タートタプインの良さはこのシャープなキックにあると先ほど話がありましたが、新田さんいいですね、ボディね、頭をつけていく、懐に入りたい、走りまた懐に入った、いいですね、テイクダウンを奪います、テイクダウンを奪います、状態ごとドシーンとリングに倒れるのはタッタプインにとって嫌なもんですよね、ちょっと蓮見選手苦しそうな顔しましたね、あそうですか、ここは我慢してほしいですね、我慢我慢、さあタッタプイン間合いを詰めてまいります、それを受ける蓮見光です、蓮見、はい、さあ気持ちが入った、蓮見目視を取ってもう一回倒す、
あ、ちょっと疲れが見えてきたのは蓮見の方ですね。ちょっと肩で息をするようになりました。かなり今疲れの色合いを見せたのは蓮見です。しかし蓮見はあくまでも腰を取って投げを狙っているのか、タックルを狙っているようです。ターンテタポインはそれを許しません。ガードを固めながらパンチを繰り出し、そして時折見せるこの蹴り、続き簡単な蹴りですね。続き効いた、これは完全なダウン、カウントが入る、タイムが入りました。見事な続きでしたね。この続きってのは改めて山口さん、はい、脅威ですよね。脅威ですね。あれ逃げようないでしょ。いや多分来ると思ってなかったんですよね。思ってない。でもろに食ってしまった、はい、あの破壊力はどう例えたらいいんですか。ドンキで殴られたようなもんですかね。ドシンと、まあ、試合の時もねやっぱあの頭にもらうことありますけど、やっぱ効きますよね、これはね。さあこれですね。これは交通事故みたいなもんですよ。おっしゃる通り、本当に新田さんおっしゃる通り、ダンプカーが飛び込んできた。急にダンプカーが急に飛び込んできた。逃げようがない。そのまま後方に倒れ込みました。いやもう目から火花が出るってのはこういうことだと思います。まさに火花ですねこれね。びっくりした。これタイムの2分間のインターバルでどこまでダメージを回復することができますか。ただね、蓮見選手ね、はい、さっき、はい、2ラウンド目が終了した時後にちょっと右足引きずってたんです。右足は、うん、だからね、だからなんかキックが出せないですかね。出せない。右足、うん、あ、そうですか。これはさすがに新田さんよく見てるな、うん、ちょっとね、はい、右足引きずってたんです。これは本当に。そしてこれ、うん、踏ん張っていこうというところをまさにダンプカーとの衝突、これに食いました。ズズキ、ラウェイルールでは当然このズズキも認められておりまして、ね、大きな武器になるんですが、まあ、時折見せる意表をつくだけにちょっと効果的ですよね。いやいやいや、これはね、うん、さあ回復の具合はどうなのか。これ山口さん、はい、回復と言ってもね、うん、ちょっとあのスタミナが削られてるのでね、どこまでこの2分で、で残りが1分17秒あるんですよこのラウンド、きついですね。きついですよね。頑張ってほしいですね、はい、全力応援ですよね、はい、6.16 TDC ホール、ラウェイジャパン4フロンティア。さあ過激な競技は、過激な格闘技はいよいよ熱を増してまいりました。しかしこれ取らない、さあ勝ち上がった、まだ1分ある、ダッシュをかけてくれ。これも取らない、いやこれはどうだ、これはどうだ、取らない、あ、ダウンを取ってる、これはダウンを取った、カウントが入る、2回目のダウン。結構アスミ選手きつそうですね。きついですね、きつそう。そして今パンチ、これは立ちなさい、これは立ちなさい。いや、うざくなる、頭突き返しやっちゃうよ、頭突き返し、よくあるんですよ ね相手の技返しね、うん、そう続きはどうなんだ、深呼吸してほしいですね。しかし腰を取っていくパンチを小刻みに受けて、あと36秒持ちこたえられるかどうか。ターテタクイーン、蓮見戦2連勝を目指すターテタクイーン、ラッシュが始まっている。今ダウンが始まっている。休んでほしいですね、はい。このラウンド3度目のダウンで、3度目のラウンドカウントということになります。タイムが1度入っています。あれはダウンに計上、したがってトータルで3回のダウンということになりました。結局のところ今ご覧のように TKO 勝ちということになります。ターテタプイン、とうとう蓮見戦2連勝。第3ラウンド2分28秒、赤コーナーターテタプイン選手のテクニカルノックアウト勝利となります。今アナウンスがあったように1ラウンド中に3回のダウン、 TKO ターテタプインの勝利になりました。よく頑張りましたけどね。よく頑張りましたね。さすがにこのミャンマーラウェイトラディショナル殺し屋の目を持つ男、ターテタプイン、勝機を逃しませんでした。勝利の証である、さあ改めて伺います。山口さん、はい、今日この第6試合、はい、どんな印象を持ちになりました。そうですね、やっぱターテタプインの、はい、冷静なやっぱりキャリアですね、うん、キャリアね、はい、
口へ松永中学駅です。うまいですね。やっぱ、はずみ選手はあのランダ戦に持ち込みたいところ、冷静に勝者がやっぱミドルキックで、削っていきましたからね。そうでしたね、でなんといっても新田さん、勝利を呼び込んだのはあの頭突きですね。いやあれにはびっくりしましたね。あれはね、いやあの手があったのかっていうね、本当ですよね。ちょっと忘れてましたよね、我々声を失いましたからね。って感じでした。という頭突きがありました。でその後は一方的にターテタコインにペースがいった感じになりました。アイナさん、この試合の印象をお願いします。いやもう私も頭突きがちょっと印象的すぎたのと、ちょっとね、そうですね、やっぱりでも最初の勢いはすごく良かったと思います。佐々木選手の、男気は感じました。でもやっぱりターテタコイン選手は強いですよね。結局はターテタコイン蓮見戦2連勝ということになりました。これ山口さん、3回目はありますか。あ、蓮見選手ですか。蓮見選手相手2回倒されている。そうですね、なんかもう1回誰かに勝ってからっていうのがやっぱ見たいと思います。それもそうですよね、それもそうですよね。新田さん、そうですね、もう1回何かぶつけたいこの対戦相手ではあるんですよね。そうですね、だから一度誰かとやって勝って、そしてもう1回ね、再戦を願いたいですね。そうですね、蓮見選手にしてみればラウェイはこれが2戦目です。そして2敗、いずれもこの相手はターテタコイン、ターテタコインは37戦してますからね、それだけでもキャリアの違いというのが十分ありました。確かに、今試合の方が終わりました。さあ今下がっていくこの蓮見選手、自ら直訴して前回大会のリベンジマッチ臨みましたが、試合は結局は TKO 負けということになりました。今勝利のイヤイダンスを行っています。3ラウンド2分28秒の TKO 勝ち、ターテタプイン選手の勝利です。素晴らしい戦いでした。選手退場。